今年も雪のような口どけをあなたと。とろけちゃいました。雪のような口どけ、ゆいちゃんも食べましたか？もちろん。チョコが濃厚なのにふわっと口どけるんだよね。冬といえばメルティーキッス、お一ついかがですか？ラムレーズン、ブランデーオレンジピール、あなたの気分はどれ？選べません。皆さんこんにちは、新垣結衣です。今年も雪のような口どけのメルティーキッス洋酒の広告に出演させていただくことになりました。はい、今回は今まで撮っていたスタジオとは違うハウススタジオで撮影しまして、それだけでこう光の感じとかこう写真全体の雰囲気がいつもとまた違うなっていうのが感じられて、とても新鮮でした。本当にいろんなパターンを、いろんな種類を撮らせてもらったので、聞いてくださる方に楽しんでもらえるのではないかなと思いますし、ラジオ DJ 風は私も昔ラジオのパーソナリティをやってる時があったので、こうちょっとその時が懐かしくなったりと、 ASMR はなるほどなと思いました。メルティーキスならではの ASMR だなと思っています。はい、楽しみにしていてください。やっぱり洋酒なので夜ですね、夜くつろぎたい時に冷蔵庫から出したばかりのメルティーキッス洋酒とホットミルクとかと一緒に楽しみたいなと今ふわっとイメージしました。この冬実現できないかもしれないですけど、ここ数年毎年冬になるとこたつが欲しいって思っています。こたつでぬくぬくしながらメルティーキスいただきたいですね。いよいよ発売開始しましたメルティーキス洋酒チョコレート、皆さんもぜひチョコがトロン、洋酒と果実がホワンな贅沢な味わいを楽しみください。